ああ勇者よ死んでしまうとは情けない魔王城手前でスライムが顔面にひっついてそのまま窒息死するとは本当に情けない <laughs> い,いえ何でもありません笑ってなんていませんよはい私は誰だそれ本気で言ってます 私ですよ私あなたを勇者に選んだ女神様ですよ思い出したようですねでは本題に入りましょうさっきも言った通りあなたは死んでしまいましたそんなに心配しなくても魔王を倒すのに勇者でしか装備できない防具は必要ありませんよあんなのただのお飾りなんですからそれにほらあなたのパーティーの方々が 親の仇と言わんばかりに魔王城の魔物たちを蹂躙してますよこれなら魔王を倒すのも余裕でしょうじゃなくてあなたは死んでしまいましたなのでこれから先永遠に私のそばにいなさい拒否権はありませんよは女神の力的な何かで生き返らせてくれ何を言ってるんですかあなたは 予想より早くあなたがここに来たっていうのにそんなもったいないことするわけないでしょええそうですよ私はあなたのことをずっと待っていましたまああなたの動向は生まれた時からずっと見ていましたが見ていた理由そうですね最初はただの好奇心でしたがいつからか目が離せなくなりそれであの日あなたを勇者にしたんですよ 魔王を倒した暁には私の伴侶にしようと思ってまさかあんな死に方をするとは思いませんでしたけどねまあ私の婿にするのに必要なのは魂だけなので構いやしませんがダメですよ何があっても生き返らせてあげませんっていうかあなた私の話聞いてました仮に生き返ったとしてすぐ私のところに来ることになるんですよ ああもううるさいですねこれ以上生き返らせろと言ったら今すぐあなたのパーティーのメンバーを殺して地獄送りにしますよあの女ども目障りだったしちょうどいいかもですね私のあなたにずっとベタベタして何度殺してやろうと思ったことかはいそれだけはやめてほしいだったら何を言うべきかわかりますよね しょうがないですねあなたが私の伴侶になるというのでしたらあの女どもの罪も許してあげましょうま後々痛い目にはあってもらいますがい,いえ何も言ってませんよあなたの気のせいじゃないですかさて せっかく我々も結ばれたことですしこのまま私とベッドで楽しいことをしましょうね安心してくださいここは私とあなただけの空間誰も私たちの邪魔はできませんよ